どちらが強い？水と火では？石、ハサミ、紙では？答えは哲学者にお任せしましょう。今回私たちが興味を持っているのはもっと見応えのある競り合いです。皆さんこんにちは。どちらが勝者となるか見極めようではありませんか。不気味なメガロドンか、それとも強烈なモササウルスか、それこそ過去から来たタイタンの戦いです。そう、もうお分かりでしょ。こちらはトップランキングです。そしてあなたも興味を持ってくださったのなら始めましょう。恐怖のトカゲ、モササウルス。それではファイターたちの紹介から始めましょう。青コーナーではモササウルスがウォームアップ中。強力なノコギリのような歯で獲物をきっちりと切り刻むことのできる巨大トカゲです。ちなみに彼はただのモササウルスではありません。その中でも最も体の大きい代表的な種、モササウルスホフマニです。体長17メートル、体重27トンに達するものもおりました。桁外れのモンスターです。この捕食者が餌にしていたのはサメにカメ、そして同じ科に属する別の種のモササウルスでした。実はモササウルス同士が共食いすることもありました。けれどもそのことを悪いとは思っていませんでした。両親の呵責なんてもってのほか。誰かがこの巨獣を攻めようとするならば、モササウルスの反論は小さなギザギザのついたプリズムのような角柱状のよく切れる歯と大きな口でなされることでしょう。ええ、モササウルスホフマニの歯はそれほど多くはなく、せいぜい40本です。けれどもその性能といったら、その口は少しでも大きな肉片を噛みちぎれるよう非常に大きく開きます。さらに下顎をノコギリのように前後に動かして獲物を切り分けます。そうすると獲物の震えを効果的に抑えることができるのです。それはモササウルスが自分より体の大きな獲物を捕獲できたことの証です。あなたはどう思いますか？モササウルスが自分の2倍もの体重がある対戦相手メガロドンに勝つチャンスはあるでしょうか？あなたはどちらが勝つと思いますか？コメント欄に書き込んでください。残忍なサメ、メガロドン。赤コーナーに控えるのは巨大なメガロドンです。このサメの体長は15メートル、体重は30から35トン、説によっては47トンにも達することがありました。まさにヘビー級ファイター。体重を考えるとこの戦いの勝者となるのは彼でしょう。メガロドンも捕食するもので史上最大の魚類の名を伊達に名乗ってきたわけではありません。ええ、メガロドンは今も生きているジンベエザメや大昔のリードシクティスほど大きくはありません。けれども彼らはとても穏やかなろ過摂食者でした。一方メガロドンの餌はプランクトンではなく大きな獲物です。このためメガロドンの口の中には18センチから19センチの長さの頑丈な歯が276本も斜めに生えていました。ちなみにメガロドンの歯はサメの歯としては世界で最大のものです。非常に鋭利で生肉をスパッと切り裂き、大きな獲物の胸郭や背骨もやすやすと噛み切ることができます。この歯が2メートルもある強力な顎に生えているのですから、これぞ正真正銘のキラーシャークです。直接対決ではどちらが強い？メガロドンとモササウルスの直接対決は考えにくいです。問題はモササウルスは8200万年前から6600万年前、メガロドンはずっと後の時代、2300万年前から360万年前に生きていた別々の時代の生物だったということではありません。単純に両者が共にスーパープレデター、すなわち食物連鎖の頂上に君臨する動物だったからなのです。スーパープレデターであることは彼らがその時代の最も優れたハンターであり、狩りの技術で彼らに勝るものはありえないということです。両者とも待ち伏せ作戦して狩りをしていたのですが、このことについては少し後でお話ししましょう。とりあえず両者が偶然に海で出会ったとしましょう。
どちらが強いかはっきりさせようということになったのです。そしておそらくこの戦いの勝者はより体重の軽いモササウルスです。軽さは戦いで有利に働きます。動きの速さ、俊敏さ、持久力のためにモササウルスが勝つのです。それはどうしてでしょうか？理由は簡単。メガロドンはサメだからです。サメはエラ呼吸です。つまり、メガロドンはその巨体にもかかわらず、酸素を体内に取り入れる器官の面積が限られています。メガロドンより重いジンベエザメは体重をさらに増やせます。プランクトンを食べて生きており、そのため素早く動く必要はないからです。他方、メガロドンは捕食者です。つまり、少なくとも短時間、俊敏に動くことができなければなりません。そして、メガロドンのあまり活発でない新陳代謝は、それが精一杯なのです。モササウルスとの直接対決に必要な新陳代謝を、メガロドンは行うことができません。だから、双方のファイターが相まみえる直接対決で、メガロドンが勝つチャンスは、ほとんどないのです。判定、1対0で、モササウルスのリード。待ち伏せ作戦。こちらの対決の方が合理的かもしれません。両者ともおそらく待ち伏せをして狩りをしていたでしょうから。モササウルスは狙った獲物が新鮮な空気を吸うか、お日様の光で温まるために水面近くまで泳いでくるのを待っていました。その時が来るとモササウルスは機敏な動作で獲物に飛びかかり、しっかりと捕らえると24トンほども噛む力のある巨大な上下の顎をノコギリのように使って切り刻み始めました。ウミガメや別の種類のモササウルス、20メートルもの大きさの首長竜もモササウルスの顎からは逃れられませんけれども、もちろんあがきはしました。モササウルスの顎の化石で大型の獲物がもがえて折れたりひびが入ったりし、それが治癒した跡があるものも見つかっています。メガロドンも狩りのために待ち伏せをしていましたが、もっと多様な作戦をとっていました。俊敏な動作で獲物に飛びかかり、くわえたりすることができました。狩りをするときに獲物が身動きできなくなるようにするため、生命の維持に重要な器官を傷つけたり、骨を噛み砕いたりして、その後ゆっくりと食べました。メガロドンは死んだ動物の肉も嫌いではなかったという説もありますが、これは正直嗅覚の弱いモササウルスには当てはまらないでしょう。メガロドンの噛む力はモササウルスより弱く、たった11トン。それでも一旦捕まったら逃れることはできないでしょう。待ち伏せ攻撃ではどちらが勝つのでしょうか。私たちはその場合引き分けになったと思います。メガロドンもモササウルスと同様、最初の一噛みで獲物が動けないようにして戦略的に優位になることができました。そうすれば、あとは餌となった動物をのんびり食べるだけです。しかし、そのような場合、また別のしかしはつきものです。モササウルスもメガロドンも、実際にそれほど大きな相手に出会うことはほとんどなかったのです。研究者たちは、メガロドンが狩りの対象としたのは、体長 2.5 から7メートルの小さなクジラやイルカ、ウミガメなどだったと考えています。モササウルスよりかなり小さいサイズです。メガロドンの作戦の想定外であるモササウルスのようなオオトカゲにメガロドンは対処できるのでしょうか。反対にモササウルスは自分よりも体の大きな獲物を飼っていました。ただし35トンもの重さのモンスターと対決することはありませんでした。メガロドンをしっかりつかめるほど大きく口を開けることができたのでしょうか。そもそもメガロドンはモササウルスの狩りをするエリアに姿を現したのでしょうか。メガロドンは呼吸のために海面付近まで泳いでくる必要がないからです。このサメは常に深海で生きることができました。つまり安全な場所にいられたのです。判定、2対1でモササウルスのリード。進化が伝えることは、仮に同じ時代の同じ水域にモササウルスとメガロドンがいたとします。どちらの生物種が勝ち残ったでしょうか。一つの見方はモササウルスの方が早く移動できるということです。一番控えめな見積もりでも
時速約 20km のスピードで動けます。この計算では優れた形状のヒレは考慮に入れられていません。それも考慮すればモササウルスのスピードはもっと速くなるはずです。他方メガロドンはそれほど速くありません。最大限に評価しても時速 18km ほどで、つまりモササウルスの方が速いのです。追いかけられても相手より速ければいつだって泳いで逃げ切れます。また別の見方をすると、モササウルスは空気が必要なので待ち伏せ攻撃が多ければメガロドンの方が有利です。このサメには多様な狩りの方法があることも知られています。このことは獲物の生態を含め様々な条件によく適応できるという印です。メガロドンは自分の時代の動物の生態にうまく適応したように、モササウルスという存在にもよりよく適応できたことでしょう。だから私たちはメガロドンにポイントをあげます。そうすると結局2対2で引き分けになります。ところで皆さんは、メガロドンは絶滅しておらず今もなお深海の底を流しているという噂を聞いたことがあるでしょうか。そんな噂を聞いたことがある人はコメント欄で教えてください。そろそろ今回の動画を締めくくりましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もちろん偽ドキュメンタリー番組はさておき、この伝説には何の確固たる証拠もありませんけれども、可能性はいつだってあります。この巨大サメが存在するという実体のある科学的な証拠が出てきたら、私たちは必ずそのことを取り上げます。このチャンネルを登録して、科学における最新の発見や面白い出来事を学べるコースにご参加ください。私たちはもう次のワクワクする動画を作成中です。それではしばしのお別れです。また次回まで、皆さんさようなら。